ジャンボードでフレームを削除する方法を説明します。画面上部のフレームバーをクリックして開きます。削除したいフレームの3点リーダーをクリックします。削除をクリックします。選択したフレームが削除されました。上矢印をクリックしてフレームバーを閉じます。これでフレームの削除は終了です。